これで大体の状況はつかめたかな。どうしよっかな。制圧するだけなら簡単だけど、逃がしちゃう可能性もあるし。かといって皆殺しにするのもさすがにかわいそうだしな。動くな。お、士官学院の人たち。俺たちのこと。どうして知ってるの？貴様、一体何者だ？その大きなものは一体？君は一体何者だ？軍の監視塔と共和国軍の基地が攻撃されたことに関係しているのか？無用な疑いはかけたくない。だがこの地にいる理由と名前くらいは教えてもらえないか？なんか露骨に疑われちゃったみたいだし、ちょっと段取りが狂ったかな。そっか、その手があったか。君たちが手伝ってくれれば万事解決、オールオッケーだよね。え？何を？でもどれだけできるかちょっとだけ試させてね。やる気か。僕はミリアム、ミリアム・オライオンだよ。こっちはガーちゃん、正式名称はアガートラム。それじゃよろしくね。それじゃ始めよっか。俺の番だな。あ、君たち結構すごいな。これなら大丈夫そうかな。小娘、いい加減にしてもらおうか。二つの軍事施設への攻撃、やっぱりあなたの仕業なの？だから違うってば。まあもう、なんて説明すれば分かってくれるんだろう。だったら話せる範囲まででも構わない。君が知っている情報を教えてくれ。俺たちの力が必要と言ったな。この地の平穏を取り戻せるならいくらでも力を貸そう。だからどうか話してほしい。リン、ガイウス。甘いとは思うが。ミリアムさんと言いましたか？とにかく時間がありません。私たちにどんなことを手伝ってほしいんでしょうか？手伝ってほしいのは監視塔と共和国軍の基地を砲撃した連中、数名くらいの武装集団の拘束だよ。なんですって？あの迫撃砲を見たでしょ？同じものが共和国軍の基地から少し離れた場所に隠してあったんだ。ま、同じ連中が仕掛けたんだろうね。ちょっと待て。その武装集団というのは一体どういう？詳しくは知らないけど、両兵崩れっぽいから高額なミラで雇われただけなんじゃないかな。ま、これからそのあたりを確かめに行こうと思ったんだけど。待ってくれ。ということは、そいつらがどこにいるのか君は知っているのか？うん、高原の北の方だよ。どう、手伝ってくれるなら案内してあげるんだけど。分かった。とりあえず協力させてもらう。トールス士官学院7組、リーン・シュバルツァーだ。ガイウス・ウォーゼル。アリッサ・ラインフォルトよ。一応よろしくね。エマ・ミルスティンです。よろしく、ミリアムちゃん。ユーシス・アルバレアだ。オーロックス砦の侵入についてもいろいろと話してもらいたいものだが。僕たちに気づいてたんだ。
それはそれ、これはこれで一旦お願いします。調子のいい。まあまあ。とにかくよろしく。それじゃ早速だけど高原の北に向かっちゃおっか。ああ、だがその前に一旦集落に寄らせてくれ。そうね、通信機で門にも状況を説明したいし。よし、とにかく出発しよう。で、君の方は彼に乗っていくのか。そうだね。とりあえずせっかくだし君の後ろに乗せてもらおうかな。え、母ちゃん。消えた。しかも今の消え方は。ほらほら、出発するんでしょ。それじゃ武装集団を捕らえるためにレッツゴー。石切り場、千年以上前の巨石文明の遺跡か。悪しき陣が封じられているそうですが。ああ、あくまで言い伝えではだが。でも本当にこんな場所にその武装集団がいるの。ふん、人の気配があるとは思えんが。多分遺跡の奥の方に潜伏してるんじゃないかな。1時間くらい前、あの高台の入り口に何人か入るのを見かけたもん。あんなところに。例のワイヤーはしごを使って出入りしたってことかしら。ここからだと高すぎてちょっとわかりませんね。そういうわけだからこっちから入ろうと思うんだ。僕と母ちゃんだったら上まで一気に飛んでいけるけど、君たちは無理でしょ。それはそうだけど。だがそこから入るって、そんな重そうな石の扉を
どうやって開くつもりなんだ。とにかく馬から降りた降りた。こんな扉くらい僕と母ちゃんが何とかしちゃうから。ふん。とにかく馬を降りるか。もちろんだけど、その金色の本当にどういうものなの。機密事項かな。機密事項ですか。まあいい、とにかく中に入るぞ。襲い来るな、迎え撃つのみ。